Linux シンポジウムはカナダで年1回開催される Linux とオープンソースに関するカンファレンスである。100以上の論文発表、チュートリアル、バーズ・オブ、エーフェザーセッション、そしてミニソミットが後半なトピックにわたり開催される。2008年には20以上の国から650名以上の参加者が集まった。以前の開催地オタワーに由来し、 通常オタワリナックスシンポジウム略称アルズとも呼称されるが常にオタワで開催されているわけではない2009年のシンポジウムはケベック州モントリオールで開催されているリナックスシンポジウムは世界で開催されているリナックス並びにオープンソースの国際的な主要カンファレンス3つのうちの1つである残りの2つは オーストラリアで開催される Linux、カンフ、AU とヨーロッパで開催される Linux コングラスである。2011年の Linux シンポジウムは6月13日から15日までオタワにて開催される予定である。開会のプレゼンテーションは長年 Linux を支持するジョン・ワドドームホールにより行われる。参加募集は同年2月1日から3月15日まで受け付けていた。 シンポジウムは、カンファレンスの前にミニサミットを設けている。カンファレンスすべての参加者に開放されており、彼ら個別のプログラムセッションを開ける。2008年には、バーチュラゼーション、セキュリティ、エンハンスドリナックス、カーネルコンテナ開発者のためのプログラムセッション、リナックス電源管理サブシステム開発、そして、リナックス無線 LAN についてという5つのミニサミットが開催された。 2009年には、前年と同じクリ i ックス電源管理そしてログトレースについての2つのミニサミットが開催された。ありがとうございます。